こんにちは、こんばんは、ピッチピッチテクタンと申します。星のカービィスターアライズ実況プレイパート9、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は甲の区画エクストラステージやね、やっていきましょう。メンバーはリック・カーエンクー、アップデでね追加されたリック・カーエンクーにマルク、そしてヘルパーのコンセ、この3匹と一緒に旅したいと思います。エクストラステージやからね、過去 BGM が使われている可能性がありありやから、ちょっといつのかなっていうのをね、こう楽しみにしたいけど、間違った情報を流してたらごめんなさい。後ろの青い炎が綺麗です。では行きましょう。はーい、ポップフラワーでアイテムゲット。知ってる知ってる。ん、コンセが仕事してくれ。あ、あ、カインや、カイン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 。スプラスティック。え、これいつの BGM？ トライズにしたいな。ツリーとかかな。ブリザスティック。ツリーやったらね、あんま知らんねんな。ツリーもバーチャルコンソール持ってる。あ、フレンズ能力。スーファミっぽいような、なんか王室的に、ちょっと気になる。どうしよう。自分がでも今アイス持ってるから、チリーごめんな、さっきこう来たばっかりやのに。つけて、オッケー、これでいいんちゃう。うまいよ、アイシックランス。え、ちょ、私がやばい。ありがとう。え、でも私でもなんとかならへんのかな、氷やけど。入りましょう。オッケー。あ、後ろに見えてるで、あのさ、青いゆらゆらの回ってるんな。ちゃんと背景が凝ってる。そのステージセレクトの時の背景が。あ、お、あ、ボスやん。おぼっちゃうわ。えい、なんかあれやな、なんかこういうようなステージあったよな、普通にこういう感じで戦うとこよくあるよな、こう3段に分かれてるやつ。カービィでちょい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 、なんかマルクがちょいちょいなんか敵キャラに見えてしゃあなんやけど、味方のはずやのに。なんかさ、 CP があんまり、リックがすごい今棒立ちやってびっくりした。え、なになになに。あ、食べ物にドア、いいですね。みんな注意しよう。プルアナさんやばいから食べとき。ほい、さてと、あ、またなんかそういうシリーズ、ボスめっちゃボス。え、なんかこのピンクの人いっぱい出てくる。なになになに、大量発生、どうしたん。あ、違う人に変わった、装飾。あ、やっぱピンクのやつや、ピンクピンクしてる。すごい乙女心、こんなステージで、このステージで乙女心満載。ちょっとあの、わ、あ、急に乙女じゃなくなった、めっちゃ凍ってる。あ、マカロン、さすが乙女。どっちっちでいい、なんかちょっとかわいそうじゃない。えい、えいこれの方がかわいそうかな、ほっちっちの方が良かったかな。冷凍状態の方が、冷凍みかん的な。あ、バーに入れよう。え、連れてった方がいい。バードもおる。ウィングもいるし、ファイヤーもいる。じゃあどうしようかな、一回。じゃあ、ちゃう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 、間違えた。風の能力をちょっと、フルアナさん交代で、私にじゃあ風をつけてもらおう。でバードつけて、あ、オッケー、サンキュー。でその後ちょ、バーニレをちょっと出現させな。あなたじゃないんや、ごめんな。あ、間違えた。バーニレを、おった、オッケー。で、これを、じゃあ、バードンと、解雇して、
大丈夫かな、つけてってならへんの。あれ、うわあ、ちょっと出すの早すぎたかな。ちょっと待ってよ。あ、はい、オッケー、待ってくれてよかった。ミラインガバーナ、わ、ごめん、なんかさ、それさしとけばよかった。かっこいいところ見せどころなくしてもた。普通にさっと。え、でもあるんちゃう。え、ミラインなんちゃらなんちゃらやって。え、私が落ちた。なんで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 。ヒントなしで解きたいなら、え、そんなんできる。でもヒントなしで解けへん。あ、よかった、味方おった。死んだも私だけやった。ちょっと吸えへん。あ、吸えた、吸えてない。これはこれ使うやろ。なんでもいいから座って。これも使うやん。なんで、あ、これも使うやん。みんな頑張って、頑張ってお願い。わ、あ、すごいすごいすごい。マルク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 、あれあれやん、あのスパデラでな、マルクが使ってくる技ですよ。私今何してる、何もしてない、全くもって何もしていない。私は働いていないニート。今日は働きたくない気分なの。こっちなんかあるやん。私が見逃すと思ったか、探索のプロの。お前らが取るんかーい。探索のプロと言われた私に見逃すものなど何一つとして。大丈夫大丈夫、なんかめっちゃ星落ちていったけど大丈夫。みんな命は大切にするんやで。またなんかボスばっかり、ボスラッシュ。あ、これを吸いまして、えい、いいじゃん。これ座れへん。リックがゴロゴロしてる。おお。ピューター優秀じゃな。私何もしてない。あ、ミスターフロスティ。じゃ、ミスターフロスティでも吸っとくか。みんなお願いな。えい。乗っとる？せっかくやから。乗っとる？いやいやいやー、なんで？やめてーよ。ちょ、乗っとりたい。あ、乗っとる。乗っとる暇なかった。オッケー、アイス。まあいいでしょう。フレンズ能力使える？あ、マルクにあげる。何になるん？ブリガマルク。おお。え、じゃあ、リックにもあげる。え？え、ちょ、待ってよ、さっき。ミラーガマルク。え、じゃあ、リックにアイスあげちゃう。はい、どうぞ。かわいいぞ、のポージング。つるがり、かわいい。やん、かわいい。お前かわいいぞ。でもヒッピー少ないぞ。リクカインくんちょっとやられそうやぞ。食べ物、あ、ちょ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 、押していい？わあ！全然大丈夫やったけど。あ、ゴールやん。びっくりした。よかったな、回復できたで。後ろの星すごい砕けてるんやけど。さあ行くで。行きますわよ。行くで。せー、はい、あ、早すぎ、早すぎ、今の早すぎ、恥ずかしい。見ないでみんな。せーの。あーい、短縮版や。まあ、パズルがね。うん、パズル自体がでかいからな、なかなか完成せえへん。1。あ、これ、なんか見たことある、この獣のやつ。これ、いつのカービィのやつやったっけ、この獣出てくるやつって。アニマル、何、ウルフやっけ。なんかすごい見覚えある。オッケー。で、問題のこっちのステージやな。こっちが本ステージになるので行きましょう。教師の回路？この影誰？え、見たことあるかな、私、これ。え、絶対これ、知り合いっていうか、なんか知り合いやろ？はーい。
何杭を打とう。地面に刺さった杭は、あ、ストーンか。何かと思った、これターバン巻いとるやつかと思った。やん、優雅。あ、なんかかっこいいこの音楽。なんか思い出すなこの音楽。なんか、これ誰やったっけ、あのマジシャン。これなんか私的になんか苦手なやつ。でも仲間にはしたい。いや、バーに入れようと。この人なんかできるん？あ、できる。え、何ができる？バリカマ、あ、バリカか、電気系か。なるほど。トランペットの音がなんかこう勇ましい。なんかカービィって結構工場的なステージ、機械ステージって結構よくあるけど、今回これが、ここがそんな感じなんかな。すごいなんか工場にしたらな、工場、人工的感がすごいあるよね。あー、これはやばいぞ。あ、そして顔なしもあるし。今どうなっとるの、私なんか加えとったんか、びっくりした。どんな状態かと思った。星取っていきましょう。残機はできるだけ貯めてみましょう。いやいや、この歯車いや、基本的にいや。あ、これ壊したら、あ、出るんだよ、壊そう。おー、出る出る。いいやー、ちょいちょいちょい。お、ドムホルリンクルしたで。あ、マカロン。おっしゃねー。あ、パズルのピース。いいっすなー。集めてこう、ちゃんと。つるん。じゃあ、こっち入って。で、そいで持って、あ、ストーン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 、オッケー。なんちゃらストーンしよう。誰か中ちょうだい、中ちょうだいや。ありがとう、かい。ザブンガカーリング、登られへんかった。失敗した。もう一回。おお、いいやん。あ、あ、限度があるんか、登るんにも。なんかこのまんま勢いよくなんか上まで行ってくれるかなーとか。ちょい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 、さりげなく降ってくるんやめてよ。びっくりした。行くで、はい。それ壊したい。はい。あ、私それ一個も壊してないと思う、多分。みんなが壊してくれるから、顔なし。ストーンにしてると、ストーンは好きやけど、あれなんよな、なんかこう、なんていうの、つるんといってまうからな。あ、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 いいやん、いいやん、いいやん。隠しスイッチ、隠しスイッチ、ストーンとエスパー両方おるで。ちょうだい。え、何事、リックとなんでそれ。私も仲間ポルター。え、でもなんか絵面的にいいから、いや、イエーイ、いいじゃん。食い物もいっぱいあるで、嬉しいね。お腹すいた、めっちゃお腹鳴ったんやけど、喋っとってよかった。喋ってなかったらもう絶対お腹の音マイクに入ってるかもしれない。あ、でも私のマイクあまり拾わへんからな。新しいマイクに変わったんですよ、どっかのタイミングで。イエーイ。これこのストーンで気をつけなあかんのが、坂下ってる途中に穴が開いとったらもう死あるのみやからな。怖い怖い、みんな怖ない死あるのみって。あ、行くで、死あるのみ。制裁よ、何の制裁やねんって感じやけど。あ、これ壊せるんちゃう、無理やった。え、なになに、ヒント見せて見せて。あ、それな、オッケー。私にちょうだい、そのエスパー能力乗って。はい、了解。おお、うわ、なんかよう分かれへんけどかっこいいし、でかい。俺でかい。俺でかいぞ。もう一回やる。え、なんか勝手に壊れてる。なぜ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 、何故。そしてパズル、やったー、でかいの手に入れたぞ。なんか何が起こったんか分からぬまま私は。あ、ホットドッグがー、ホットドッグがストーン。あ、やばい。これは
どうやって壊すの？これエスパーさんに持ってん？よかった、あ、エスパーしてくれるんや、エスパーイトー、いいね。お、ピタゴラスイッチ、テレ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 、あれ、また大スイッチ、ドリーム神殿か、オープンするの。ドリーム神殿オープン、3月の31日にドリーム神殿オープンいたしました。オープン記念といたしまして、回転セールを行っております。グイちゃん、グイちゃん連れて行きましょう。よし、もうそろそろゴールか、あ、解散ができるってことはボスがおるってこと？しないけどね、しないっていうね。いや、燃やされる、えい、あ、出てちゃんや。次は、え、なにこれ、あ、グーイか、なにこれ、言うとこ、石、これなに、宝箱、マッチョ、みんな大好きマッチョ、箱、なんかドアでかくね、全体的に拡大しとるだけか。宝、もうなんもない、こっち。わあ、もうまがまがしい、中入るって感じやな、この中に。ついにこの要塞に、あ、入った、ほんまに入ったわ、ボスやん。あ、あれな、乗っ取ったやつな、誰誰誰、あ、これあれやん、今回の邪魔ハローは今回のキャラクターやん。ふふ、これは我々の星の挨拶ですわ。やっとなんかさ、ちゃんと会話出てきた感じじゃない、セリフっていうか。私は暗黒要塞ジャマハルダを指揮するサンマ艦一人フランキッス。この宇宙に散った闇の心ジャマハートが集いし時、私たちの悲願がついに叶う。無駄な殺生はしたくありませんが、邪魔立てするのであれば、ふん、今の誰？ CV 誰？氷漬けにして差し上げますわ。あ、氷タイプ？フランキース、評価の3か。おー、今私すっとこにやから結構多分強いね。ほほ、いやー、めっちゃなんか、こう、なんていうか、色以上やめ、やめて。そう、こうしてれば無敵。そう、無敵せず。戦いにくいな、こう、ふわふわしとる敵って戦いにくいからな。あ、いいんじゃない、今ダメージ結構食らわしたんじゃない、知らんけど。いくで、ほい。おー、いいですねー。スマブラもこういう感じでな、上からこう攻撃するのが好きです、カービィで。おー、マルク、なんかすごいボス感半端ない。なんかこの人よりボスっぽいぞ、マルク。待って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 、あー、待ってよ、ちょっと、もう待ってって言ったら待たなあかんのやで、普通に倒せそうやな。エタ様の方が強かったじゃん。あ、待って、私のストーン、私のストーン、オッケー。あ、なんかピストルみたいなもんと、うわー、楽しそう。めっちゃめっちゃコントローラーブルブルしとった。マルクがすごいラスボス感放ってる。これちょっと取ろう。あ、取れへんのか、取れへんかった。あ、今からダンスするで、ちょ、ダンスな。テレレレンテレンテレン、タイタイン、ツヤやか。全然海一回も出てきてへんけど。結局このハートどうしていけばいい？持っていくん、持っていっちゃうのね。てちてちてち。で、あれがあと二人おるわけ、黄色とピンクの。やっと今回の敵が登場って感じよな。パズル、もうちょいやな、このパズル。うん、で、これで、うん、いいでしょう。はーい。西の外壁。そしてドリーム神殿がオープン。夢のあのキャラに狙えるかも？出会えるかも？なんか初めてドリーム神殿を見つけたかのように言うけど。よーし。じゃあ、入るかな？
で、グーイをじゃあちょっと召喚しようか。グーイちゃーん。あの、ニューついとるやつな。はい、オッケー。SE かわいい。トゥンテル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 ンテン。ネスパーごめんな。いい、かわいい。じゃ、乗るで。ぽよ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 。ペロン。ペロンペロン。おお。何、そんなことできてまう。せーのでドン。できない。説明読むな。へんてこにょろんと、星のカービィ3からひょっこり。長いベロが自慢のグーイ。なんかいろいろ訳あり、なんで？なんでどういうこと？ダークマター族やからみたいな。よくわかんないけど、ついてくるなら楽しく冒険しちゃおう。よろしくね。あ、そういうことね。ダークマター族やから。ベローンベロベローンベロ捕食したうち。何々の B 長押しで話すで。違うよな。舌打ち。拡散ダークレーザー。なになになに。え、布団やん。わからへん。下上か。上下しょった。え、下上。下上。ああ、これな。おお、ダークマター感ある。ボス感ある。ま、ボスじゃないんやけどな。お守り袋。あ、かわいい。見て。袋に入るんや。またもどき空中で。ちょっと待って、空中で。あ、ほんまや、なんか、ついとる。ほらほら。なんかついとる。かわいい。あ、これ石や。ちょ、なんか、できるんかな、これ。なんかひどい。よだれやろ、これ。よだれがこんなにたくさん。はーい。じゃあ次この3匹で冒険しようかな。いいやん、なんか。基本的になんかラスボスダークマターでハムスターやろ。いいやん。はーい。じゃあ今回はこの辺りで終了したいと思います。しかし、あ、間違えた。これも、これさ、違う。どうやったらさ、画面戻れるん？一回スタート画面に戻って、あれしようかなって思ったんやけど、その、なんかミニゲームでもしてみようかなって思ったけど、それ始めたらこの3人解散してしまうから、ここでね、お別れしましょう、今回は。はい。では、ちょっと次の面だけちょっと見に行こう。どんな感じか。タイトルな、次の面のタイトル。さっき見たけど、もう一回見とこう。ここ。西の外壁。あー、なんかあの、ドクロマークついてる爆弾。あれが飛んどる。かわいいな、みんな後ろ姿でこっち見て。かわいいやないか。で、ここ、クリアしたら中、あ、上行くんか。ステージがまだまだあるみたいで。はい。なんか、結構、まがまがしいとこが多いようですが。はい、それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。